朝ドラ2024年虎に翼の主人公トモコと大学で学ぶや花岡悟は岩田孝則さんが演じています。岩田孝則さんご自身とドラマ花岡悟のモデルとなった人物は一体どんな人だったのかに焦点を当ててみます。朝ドラね、今度のやつね、面白いもんでね、毎日見てるんだけど、うんうん、今6週目見てるんだよね、うん、はい、そうそう。で今後の話がさ、なんかお母さんいっぱい調べてくれたもんでね、うん、で、あの智子が今試験合格したんだけど、そうそう、があって、で結婚の話が出てくるのね。智子はどうも多分さ、あの悟さんとの恋仲になりたいんじゃないかなと、うんうん、希望的に私は思ってるんだけど、うん、あの花岡さんね、そのうちあの婚約者を連れてきて紹介するという場面がドラマの中ではさ、微妙にさ、うん、智子と雄三と花岡がさ、うん、なんか三角関係中じゃないんだけどさ、そんな話は全然ないんだけど、なんか微妙な関係が出てるやん。そうだね、うん、花岡は雄三にちょっとライバル意識あるようなこともあったしな、うん、 そういう場面もあったし、うん、でどうなるかよね。智子は雄三さんにあんまり気がないっていう感じで、うんうん、まあ、三角関係って言えるかどうかちょっと下宿人だけどね、うん、でも、まあね、ゆくゆくはあの花岡さんとはあの恋仲にはならなくて、雄三、うん、さんと結婚するんだよね。そうだよね、うん、でも智子がすごく好きだったから結婚するといういきさつではないみたい、うんうん、なんね、うん、でその後はあの、まあ、戦争が入ってくるってこともあって、うん、で雄三さんはお亡くなりになって、またその戦争行って、戦争行って病気になってっていうことでお亡くなりになっちゃうみたいで、歴史上の話もそうなんだよね。あのモデル、あ、雄三さんは違う、雄三さんはあの初生の人ね、初生の人ね、うん、だから最初に結婚する人ね、うん、その人も本当の話でもその三淵嘉子さんの旦那さんの最初の人、あ、そうそう、確か戦争で亡くなっちゃうのね、うん、ほんで花岡さん自身もあの裁判官になったけども、うん、戦後の食糧難のところをこの方は耐えてっていうか耐えられなかった、ね、庶民を裁く立場で、うん、俺が闇の食料を食べるわけにいかんということで、うんうんね、律儀な人だね、うん、そうだね、すごいね、栄養失調で亡くなっちゃったっていう話だね、うんうんうん、それが戦後もう割と有名だったね、その話はね、あの結構知ってる人がいるの、中高生の時にね、社会の先生がそんなこと言ったような覚えがあるんだよね。そうだな、うん、あ、その人いたんだってね、うん、戦後本当に食事、それが、ね、食料が今度ドラマに出てきたもんだから、でそれは花岡役をやってるわけね、そうそうそう、の話、モデルになった人ね、うん、だで岩田さんご自身はそこでもうちょっといなくなっちゃうかな、うん、ドラマでではね、うん、っていう展開のようだよね、うん、ちょっと話がね、岩田さんが花岡さん の, あの俳優さんの名前ね、あ、でその岩田さんが、うん、あの名古屋出身ということで ね、我々名古屋にいるもんだからちょっと気になっちゃってね、うん、でちょっと調べたらさ、あの、ね、えらい御曹司さんみたいな方だ ね、あのね、お金持ち でマドラスっていう靴の会社さん あのお父さんがね、うん、社長さん でそこの息子さんで、うん、高級住宅街ね、名古屋市瑞穂区の、うん、そうそう、瑞穂区っていうね、高級な住宅街があるんだけど、大きい家ばっかり建てる地域の人みたいで ね、うんうん、ねえ、すごい ねこの前ついでちょっとその辺ドライブピュルッとしてきたら、まあ立派な家ばっかりで ね、うん、ねえ、すごいよ ね、 ねすごいよね、まあ、そういう人なのね、岩田さんっていうの ね、うん、ねえ、でもただお金持ちっていうだけじゃないみたいだから ね、 そうね、そのちょっと興味あるよね、はい、じゃあそこをねちょっと深掘りしてみましょう。はい、それではね、岩田孝則さんが名古屋市出身のね、イケメン美男子ということで、J.Soul Brothers のメンバーということで、うん、俳優さんやってるね、で今度朝ドラに出たということ で、うん、で名古屋出身ということなのでね、ちょっと調べてもらって、どういう人だった、うん、この人ね、あのご存知のように、うん、あの2010年に3代目 J.Soul Brothers のメンバーでデビューした、うん、デビューして、で経歴は、まあ、とにかくお生まれは1989年の生まれ、うん、慶応義塾の中学、ね、高校、大学っていうことで、大学はほら法学部、政治学科を政治学科されてるんだね、あ、政治勉強してるんだ、ちょうどいいね、うん、この役柄が、でお父さんは創業100年になる靴ね、革靴のマドラス社長さん、うん、うちにも一足あったような気がするんだけどね、うん、
ね、おじさんの代からでやってるそうだね、うん、でお兄さんとお姉さんの5人家族ということで、お父さんは情熱大陸っていう番組に出られたことがあるもんだから、その時にお家をなんか紹介されたらしいね、お庭すごく広くて木々が生い茂るという超豪邸にお住まい、タヌキまで出るという広いお家ですね、すごいね。でおじい様とお父様は慶応義塾を共に出てるから、やっぱ子供の頃から慶応に入れっていうようなことで、英才教育、ね、英才教育をずっと受けてきたみたいで、そうだね、そういううちだとね、うん、で小学校の高学年には塾を、ね、通い始めて、うんうん、家庭教師をつけてと、うん、いうことで中学受験で慶応を目指してると、うん、こういうのはね、うちでそういうふうにやってくれるにしてもね、うんうん、本人がやっぱ努力してるわな、うん、こういうの ね、 そうだね、ただ言われても前にみんなお友達がテレビの話してるのに頑張って勉強するっちゃうよ ね、 ね、毎日エリートはエリートの悩みがあるわ ね、 ね、毎日勉強で大変ではあっただろうけど、うん、テレビ見てないっていうようなことだったもんね、うん、でなんかその愛知県って模試があるでしょ、私もよく出たんだけど、やったんだけどさ、ナンバーナンバーってずらーっと最中に成績順で張り出されてね、昔は、うん、今はどうかしらんけどね、でこっちで一番彼も、うん、一番になったこともあるけど、ものすごいことだよ、大したもんだね、これね、うん、ね、何万人向けるわけだからね、うん、で、まあ、中学受験も無事合格して、その後お母さんと一緒に東京に住まわれてたみたい、東京にね、慶応、うん、だからね、うん、東京まで行ったのね、で運動が大好きで、うん、中学はバスケット部と空手部を掛け持ちしてるっていう、スポーツマンだね、うん、でここではラクロス部、部活に打ち込んで、で、うん、なんかアンダー19、うん、日本代表候補に選ばれたっていうのは経歴があるそうだよ、ね、何でも努力家だね、すごいね、よく努力する方だ ね、 ね、で高校生の時にデビッド・ラシャペルっていうの、うん、なんとかっていう映画を見に行って、うん、デビッド・ラシャベルのライズ、ラシャペルのライズという映画、うん、で、あ、踊りを見たのね、そう、なんかダンスがそこでね、ダンスやりたいと思ったんだ、すごいのがあったらしい、なるほど、でこのクランプっていうのを踊れるようになりたいって練習してて、うん、で部活引退して文化祭のステージに立ったらしいよ、独学でそれもさ、ね、練習をずっと続けてたって、そう、これは先生つけてくれなかったんだ、うん、そうね、高校の時は自分でね、でステージに立った時にすごく高揚感を感じたっていうことで、お話だからインタビューであったよ、ね、うん、で大学に入ったらダンスのサークルに入って、もうダンス三昧の日々だったそうです、うん、で就職活動もちゃんとやってて、もう大学の、ね、4月にはもうなんか有名企業から内定出てたそうだよ、ああ内定ね、でそれを断っ て、 で断って芸能界に入ったっていう話だよね、うんうん、ああまたそれも大したもんだね、うん、でダンスで知り合って、なんか勧められてオーディションを受けるっていうことにして、でまあそのオーディションを受かっちゃったので、ジェイソルブラザーに入れって、うん、シャーッつって、で大学内定断ったっていう経過みたい ね、 ね、うん、で大学4年の時にもう道がご自分で決めたんだね、うん、努力家だね、うん、ね、子供の頃とは違ってもう何でも自分でこう決めて、爽やか高青年でさ、うん、勉強もできてさ、ダンスね、うん、あの努力家でさ、いい ね、 ね、かっこいいよね、うんうん、芸能界に入るっていうことで、まあ最初親はどうも反対してたらしいけどね、反対するわな、ほらな、うん、はい、そういう方でした。岩田さんの話から戻って、ドラマに戻って、岩田さんが演じているのは花岡悟ね、あの役をやってる、うん、でそのモデルになった歴史上の人物のことに話を、うん、します、これからね、はい、でその方がなんていう、はい、花岡悟のモデルが、はい、山口義忠さんっていう、大正2年の1913年にお生まれ、うん、佐賀県でお生まれになった方ですね、うん、佐賀県の人ね、うん、あのお子さんもドラマの中で佐賀県とかって言ってたもんで、出身がね、うん、ほんでモデルである三淵嘉子さんは大正3年だから、うん、その山口さんっていう人よりは一つあと1歳後に生まれてるってことだね、うん、実際の話であんまり接点が全然なかったらしいけど ね、うん、ね、ドラマではちょっとうまいことつなげてね、うん、歴史上の人物をドラマに、うん、入れ込んであるね、うん、この山口さんっていう人は小学校の教師だったお父さんの長男で生まれて、うんうん、京都の帝国大学、うん、現在の京大に入学ということで、三淵嘉子さんと同時期に、まあ、法律勉強してて、東京民事地方裁判所に勤務する、昭和17年から勤務するっていうことで、ね、1942年、
でそれで昭和46年すぐにまあ戦争終わって、でその時にやってた裁判官としての仕事は、うん、闇市で米を不正に取引したり、食料管理法に違反した人を裁判を担当していたらしいよ。闇市系のね、でも、で食料なんだからね、この仕事が山口さんがこの後たどる運命の決定的な仕事ってことになっちゃったんだね、で厳しい食料難はいろんな番組でもやってるし、親たちの世代にも聞いたことがあるけど、そうそう、でうちの親もね、母親今90だけど、戦争末期から兄弟が9人もいたもんだから、闇市にねリュック背負ってさ、田舎の方に買い出しに行くって言って着物持ってね、で列車乗れないもんで捕まってずっとね外を走ってさ、振り落とされんように行って帰ってきたっちゅうね、もう本当に実地の話はね、母親から聞いたね、これもね、配給は、ね、食料があったんだけども、全くそれでは田舎にはそこそこあったんだよね、お腹が膨れなくて、皆さん闇市の食料をね、求めてたんだよ ね、でそれは法律違反なもんで取り締まってるってか、そういう人たちを裁く立場だったっていうことで、自分は配給だけで済ますということにして、子供たちに食料をあげて、奥さんとはもうほとんど汁だけの貝を食べてたっていうような話だったんだね。自分が裁く立場だから、もうそういう不正はしちゃいけない、闇米は口にしないとか、律儀な人だね、両親をごまかしてはいけないとか言って、でそういうことで律儀にね、真面目に、で栄養失調になって最後の何もう倒れちゃったもんだから、療養にまた家具の故郷に戻るんだね、で療養したんだけども、その時は出されたものは何でも食べたっていうことだったそうなんだけど、仕事離れたらね、離れたらね、でももうその年すぐに療養して数ヶ月で、それは大変な人だね、栄養失調に伴う肺結核で亡くなったということで、33歳で、でこれがね、本当に中学の時社会科の先生聞いた話だけど、新聞に載ったりね、この話が、アメリカでも取り上げられて、そうみたいだね、アメリカの新聞にも載ったとか、そんなこと聞いたけどね、ニューヨークタイムズとワシントンポスト、こういう新聞載ったらしいね、新聞に、でまあ今回それがね、モデルで花岡悟のモデルになってる、ね、それから山口さんっていう人ね、なるほどね、そういう歴史がやっぱあったわけね、日本の戦後ね。それじゃあドラマのね劇中の話に戻って、智子と花岡と、それ下宿人の誰だっけ、3人の関係はどうなるのかっていうので、今後の展開、花岡さんが彼女をフィアンセを連れてきて紹介しちゃったもんだから、これはあかんということで、自分がプロポーズされるかと思っちゃったのにな、ちょっと期待はあったみたいだけど、で、ね、自分も社会的地位をなんか身につけないと、仕事がどうも裁判所での仕事がね、女性に依頼が来ないということで、で結婚相手を探したらしいわ、ね、変な時代だね、でお父さんとお母さんに頼んで結婚しろって言って、じゃ結婚相手を見つけてしなきゃいけないって自分がね、から言い出したのね、で結婚相手見つけてもらおうと思って、で雄三さんが名乗り出てくれたと、下宿人のね、で僕でよければ、そういう感じみたいね、で雄三さんはのことをちょっとちょっとびっくりしたらしいんだけども、受け入れて、で結婚して、一緒に暮らしてたからね、下宿人で、で写真だけ撮って、で納得もこの部屋で暮らす、実際の話もそうなんだね、三淵嘉子さんと下宿人が最初の、そうだね、夫なんだね、そうで子供ができてるんだよね、確かね、一人できる予定です、で実際の話、三淵さんの話はね、ややこしいけどね、で戦地に行っちゃった、ね、戦争に赴くんだけど病気でまた福岡の方で九州で亡くなるのね、で花岡さんとは、花岡さんはまあその後向こうに赴任したきりだから会っていないと思うんでね、死んじゃうもんで、でその後は一人戦争も終わってるから、智子は一人で頑張らないかんということで、また司法の世界に出会って、
活躍、まあ、再婚もする話は出てくるかどうか知らんけどね、再婚の話はもうちょっと後になるかもしれない、ね、かな。名古屋の仕事 のお仕事が裁判所の仕事の後に三淵さんになるね。あ、そうなんだ、小田原の別荘がなんか公開されてるとか ね、うん、なんかね、どっかで記事読んだけど ね、うん、今回は朝ドラ2024年虎に翼の花岡悟る演じる岩田義則さんとモデルになった山口義貴さんに焦点を当てて話をまとめてみました。この話が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。